アンディ・プリオール・アンディ・プリオールは、イギリス王室の俗領である、ガーンジー島出身のカーレースドライバーである。なお、名前の日本語での呼び方について、WTCC のオフィシャル DVD 内では、プリオー、プリオーといった発音で呼んでいる。8歳の時にカートを始め、その後しばらく、パワーボートレースに熱中し、10代になると、ヒルクライムレースに打ち込むようになった。 ヒルクライムレースでは天性の才能を示すようになり、1995年にはイギリスで最も権威があるヒルクライム選手権であるイギリスヒルクライム選手権でチャンピオンを獲得した。翌1996年に四輪の自動車レースに移り、この年はイギリスフォーミュラルノー、さらに翌年となる1997年にはイギリス F3 に参戦した。 この間には特筆するような成績を収めなかったが、1998年にルノースパイダー選手権に移籍すると才能を開花させ、2年目となる1999年にはシーズンを完全に支配した。2000年にイギリス F3 に戻り、2001年まで参戦した。2001年にはシリーズランキング6位という結果を残し走したものの、 これではシングルシーターのカテゴリーでそれ以上ステップアップすることは望めなかったためツーリングカーへと活動の場を移すこととなる。2001年 F3 に参戦する傍らクボックスホールチームからイギリスツーリングカー選手権にスポット参戦しポールポジションを取ってみせた。これにより翌年以降の進路が決まったと言える。2002年フォーミュラレースから同選手権に移行し ホンダのワークスチームから参戦し、三勝を挙げた。2003年からは、BMW と契約を結び、ヨーロッパツーリングカー選手権に参戦し、初年度から選手権を、ランキング3位で終える、上場の滑り出しを見せた。2年目の2004年は、ディルク・ミューラーとシーズンを通じて激しいトップ争いを、繰り広げ、最終戦を終えた時点で両者の獲得ポイントは、 全くの同点となったが、優勝回数が3勝にとどまったミューラーに対して、プリオールは5勝を収めていたため規則により上位と認められ、他のカテゴリーを含めて自身にとって初となるチャンピオンタイトルを獲得した。2005年、世界ツーリングカー選手権に生まれ変わった同選手権に引き続き参戦した。この年もタイトル争いは最後までもつれたが、 マカオで開催された最終2レースを2レースともに位で終え、選手権の連覇に成功するとともに、世界ツーリングカー選手権の初代チャンピオンに輝いた。翌2006年もタイトル争いはマカオの最終レースまでもつれる接戦となったが、ヨルグ・ミューラーを1ポイント差で下して、再びタイトルの防衛に成功。2007年もイバン・ミューラーとの接戦を制して、3年連続の タイトルを獲得した。FIA 主催ツーリングカー選手権の3連覇は1986年から1988年にかけ達成したロベルトラバーリア以来史上二人目となる快挙である。しかし2008年、2009年は苦戦し2年続けてランキング4位となる。2010年はシーズン最多の6勝を挙げるも第10戦岡山でのポイント剥奪が響き4度目の タイトル獲得はならずまたしても4位となった。2019年は WTCC に代わり新設され2年目を迎える WTCR に、ボルボのワークスチームで新たに参入するリンク &CO とタンクを組むシアンレーシングから参戦。WTCC 時代以来9年ぶりに復帰を果たす。チームメイトには同じく、WTCC チャンピオンのテッドビオーク、イバン・ミュラー。 その、ミュラーのおいで、若手のヤン・アーチャー。プリオールは、アーチャーと共にセカンドチームシアンパフォーマンスリンク &CO からの出場となる。第9戦マカオのレース3で WTCC、時代以来9年ぶりに勝利を果たした。しかし、チームメイト3人と比べると、シーズン全体を通じて苦戦を強いられ、ランキング18位で終えた。出身地であり、 現在も居住しているガーンジー島はイギリス王室の属領であるが、モータースポーツに限らず、イギリス王領出身のスポーツ選手が極めて少ないという事情もあって、イギリス人ドライバーとして扱うかという点に若干の曖昧さを持っている。イギリス王領の人物に対しては、イギリスの国籍法により、イギリスの市民権 GBR が与えられているが、 これら横領はあくまで独立した自治領であり、イギリスの領土には含まれない。そのため、プリオールの国籍も、イギリスではなく、ガーンジー島であるが、世界ツーリングカー選手権などの国際レースにおいては、イギリス人としてエントリーしており、表彰台においてもガーンジー島の旗ではなく、イギリス国旗が形容される。一方で、プリオール本人には、 ガーンジー島出身者としての誇りがあるため、ヘルメットはガーンジー島の旗をあしらったデザインとしている。加えて、プリオールの場合は、出身地の歴史的要因からフランス風のせいで、あるという別の要因から生じる問題もあり、2007年の世界ツーリングカー選手権開幕戦では2位で終えた、第1レースの表彰台で、誤ってフランス国旗を掲げられてしまうという陳事があった。 なお、プリオール製は、特に、フランス北部のルマン D 地方出身者に多い製である。イギリスツーリングカー選手権、ヨーロッパツーリングカー選手権世界、ツーリングカー選手権、V8 スーパーカードイツツーリングカー選手権世界、ツーリングカーカップアメリカンルマンシリーズインター、コンチネンタル、ルマンカップユナイテッド、スポーツカー選手権ヨーロピアン、ルマンシリーズ FIA 世界耐久選手権、 ルマン24時間レース。ありがとうございます。